僕賞は、中華民国の実業家、農学者、政治家。石膏財閥の一員と目され、特に免業で実績を残した人物である。1889年より、免科商店で学徒として働き、後に職員となった。1897年からは、野学で英語を学んでいる。1900年、公会館に採用され、弁事委員となった。1904年、 バソー博らと古学会を組織する。1906年、上海流門市半官学研英文教員として採用され、翌年、チャンスー鉄路公司刑務所所長に転じた。1909年、牧省はアメリカに留学して、ウィスコンシン大学、イリノイ大学で農学を学び、1914年に農学士を取得した。同年夏に帰国して翻訳業をしばらく務めた後、 1915年に特大社長を創設し、経理となった。その翌年には、上海で厚生社長を創設し、総経理となっている。1919年には、鄭州で余裕高社長を創設し、当事長喧総経理を務めた。これらの企業により、勉強大王と称されている。1920年、僕は北京政府に招兵され、 農商部名誉実業顧問となる。翌年、中華金法銀行と上海下商社不公益賞を創設し、校舎では理事長に押されて就任した。1922年秋、ホノルルで開かれた太平洋商務会議に主席代表として出席している。1928年、牧賞は国民政府交渉部次長として起用され、同月には予選官に賑やか。 再委員会委員として派遣された。翌年9月、概要中母交際委員会委員、10月、共務委員会視察協、勤務専委員を歴任する。1930年冬、交渉部と農工部が合併して実業部が成立するとともに、中央農業実験所、光カル主任に任命された。翌1931年1月、実業部常務事長になっている。 1932年1月、第一次上海事変に際して、牧省は、土月省らと、地方維持会を組織した。1937年の第二次上海事変の時も、上海救済委員会休養組主任となり、難民の救護を担当している。1938年、行政院農産促進委員会主任委員に、任ぜられ、1941年3月には、 農本局総経理を務めるなど、高戦時における、養殖生産体制の構築に取り組んだ。1943年9月19日、重慶にて病没。去年68、ありがとうございます。